はい、時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聞いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日はチームコンサルタントの岩瀬和也さんにお越しいただきました。岩瀬さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか岩瀬さんっていうとなかなか言い慣れないんで、はい、いつも通りカズボーでも、あ、カズボーで、はい、全然大丈夫です。全然大丈夫です。はい、カズボーと初めて会ったのが、ちょっと振り返ってみたんですけど、はい、確か2009年の11月の、はい、ジェームス・スキナーさんの成功の9ステップで、はい、僕、セミナーに参加して、合宿型の、ね、セミナーで参加した時に、はい、カズボーがスタッフとして、はい、いましたね。関わってて、はい、でもあれだけ大勢にの方がいる中で、うんうん、すごく輝いてて、いやこんな素敵な人がいるんだと思って、ありがとうございます。すごく、はい、放ってるものが全然違うなっていう印象だったんですね。はい、その後、まあ、沖縄の、まあ、食事会とかでね、はい、お会いする機会があって、そこからね、ちょっと関わらせていただくようになったんですけど、はいはい、カズボーの、ね、名前をすごく、まあ、有名にした出来事としては、もう2016年 の、 ジェームス・スキナーさんの沖縄講演会ありましたね。すごかったです ね、 そうですね。1700名も集めて、はいはい、沖縄でそれだけの大イベントをするっていうのはなかなかね、はい、できないっていう中を、うん、枠を超えた集客をされて、その翌年には、まあ、世界的に、ね、有名なマイケル・ボルダックさんも沖縄にお呼びするという、はい、うん、その実力が買われて、またね、全国からお声掛けがあって、ありがとうございます。はい、プロデューサーとしての実力を発揮していかれるんですけど、はい、まあ、イベントね、全国的にもいろいろされてるとは思うんですけど、はい、現在、どういう活動されてるのかということも含めて、はい、自己紹介していただけたら嬉しいです。はい、はい、カズボーこと岩瀬和也と申します。はい、顔が内側をしておりますので、そうですね、はい、非常に間違われるんですが、千葉県出身でございまして、ね、はい、で6年くらい前にこちらに移住をしてきておりまして、うん、はい、まあ、今はチームコンサルタントとして、はい、チーム組織の、コンサルと、あと集客の、うん、はいはい、お手伝いですとかプロデュースをさせていただいてます。うん、はい、もうね、今集客とかそのチームを作るということですごく苦しんでる方も多いので、はい、必要とされる方多いと思うんですけど、はい、カズボーが今の活躍に至るまでの、はい、まあ、ターニングポイントって振り返ってみるとどこにあったと思います？はい、もう一番最初のターニングポイント、ここだなっていうのが、はい、大学1年生の時にアルバイトの面接を受けたんです。はいはいはい、でその時に一旦髪の毛が長かったんで、うん、落とされてしまったんですけど、なんかこのまま終わるの嫌だなと思って、うん、髪の毛をバサッと切って面接受けたっていうのが一つ目のターニングポイント、ね。あ、そうなんですか。はい、でそこ、まあ、衛生面とか厳しいところだったんですか。そうなんですよ。でそれがですね、非常に有名な会社の、ワタミというそちらの会社だったんですけども、はい、はい、そのきっかけになったということは、そこで何か出来事があるんですか。はい、もう多分そこでバイトをしていなかったら、うん、まあ、前の奥様とも出会っていなかったですし、うん、で先ほどお話し出たジェームス・スキナーさんと出会うきっかけも多分得ていなかったので、はい、多分人生が全然変わったんじゃないかなと思います。なるほど。あ、うん、そっか、社員教育にすごい熱心な会社で、はい、そこで自己啓発に目覚めたってことなんですね。そうなんですよ。はい、ジェームス・スキナーさんを知ったっていうのも、そこで誰かからお紹介いただいたんですか。そうなんです。同期が、はいはいはい、こういう人がいるから、うん、本読んだ方がいいよって言ってくれたのがそのきっかけでして、はい、はい、で、まあ、ちょっと人生つまずいた時があって、で、はい、でそのなぜかジェームスさんの本を読めという同期の声が、
心の奥底から聞こえてきて、はい、で本屋さんに駆け込んだみたいな、はい、そこからジェームスさんのことを知ったという。へえ、はい、でその時に、まあ、あのジェームスさんに、まあ、惹かれていく、まあ、実際に勧められて読むじゃないですか、はい、で、自己啓発のセミナーに行くっていうことは、はい、かなり、まあ、高額ですよね。結構な高額で、高額ですよね。時間も作らないといけないと、はい、ここのハードルを超えたなんかキーワードって何かあるんですか、なんか響いたものとか。あのですね、はい、本を最初一回読んだんですよ、はい、でも感動して涙を流しながら読んだんですよ、うん、であのすごいいいこと書いてあると、はい、であの行動に移さずにもう一回読んだんですよ、うん、でこの本すごいと、うん、で24回ぐらい繰り返し読んで、えそんなに読んだんですか、すごいですね。あこれなかなか、ね、あの、うん、本で言ってるような劇的な変化ないなと思って、うん、でちゃんとやっぱセミナーに行かないと、まあ、変わんないなと思ったのがきっかけですね、うん、はい。でやっぱりあのセミナー行かれて、はい、やっぱ変わっていったってことですよね。もうそうですね、もうやっぱりやらないと変わらないなと、はい、結構こういうあの自己啓発のセミナーって全国的にあるいろんなものがあると思うんですけど、はい、あの日常にセミナーから帰ってきたら日常に引き戻されるからって多いじゃないですか。ですね、はい、ですね、はいはい、でそれをやっぱり乗り越えて、はい、やっぱあの自分の向かいたいところに、うん、行ったってことだと思うんですけど、はい、これワタミでバイトされてその後どうされてたんですか。ワタミでバイトをしてで、うん、あの大学卒業と同時にワタミに就職を、あそのままもうエスカレーター式で、はい、しまして約10年近く、うんはい、ワタミで、あ長いですね、結構長かったですね、はい、でその後は、はい、あの、まあ、不動産業者の方に転職をして、はい、まあ、3年近く仕事をした後に、はい、まあ、いろいろご縁があって、うん、あの10年さんと出会うきっかけになった、はい、そのセミナー会社の方に、はいはい、入社したと。あそうなんですね、はいはい、でそれで今の奥様と知り合い奥様はね沖縄ですからね。そうですね、そうですね、はい、はい、まあすごいお似合いのねカップルです。ありがとうございます。もう本当素敵だなって、はい、もう肌から見てても、もう理想のカップルですよ。熱くなってきました、ね、で奥様と出会って、はい、沖縄にまあもともとね東京か、そうです、東京、ね、関東の方に住んでましたね、はいはい、沖縄に来るきっかけっていうのは何かあったんですか。まあ、家内が子供を授かりまして、はい、で前の結婚、まあ、僕は2回目なんですね今。そうなんですね、はいはい、で前の結婚から、うん、育児は奥様の実家の近くが全部すべて収まると、うん、学びがあったの で、はいはい、で前回はそれがなるほど、はいはい、なので、まあ、それもあって沖縄に来たと。へ、はい、でも仕事をね、まあ、その順調に、まあ、ステップアップしている時に、はい、全く、まあ、奥様はね沖縄の人ですけど、はい、うん、沖縄に移るっていうのはすごく勇気がいたんじゃないですか。いや仕事って、ね、そうですね、もう本当にまあ、どうなるのかなって思いつつ、うん、まあ、でも、まあ、なんとかなるかなと、うん、はい、いうよくわからないこうなんていうかこう自信を持って、はいはい、もう全く根拠のない自信を持って、あ、はい、でも人ってこの根拠のない自信っていうか安心感がある時って結構うまくいきますよね、はい、そうなんですよ。なんか結構こう一本橋渡ってるような感覚ではあるんですけど、はい、まあ、でもなんかなぜかいけそうだみたいな、はいはい、なんかありますよね。なるほど、はい、じゃあもう来るべきして来るタイミングだったかもしれないですね。だと思います、だと思います、はい、でも沖縄に来てからまたいろんなことがあると思うんですけど、はい、一回ここでですね、はい、CM を挟ませていただいて後半でじゃあ沖縄に来られてからのお話と、はい、今、ね、活躍につながるお話なども、はい、深めていきたいと思います、はい、一旦ここで CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。
お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンドー、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他ゲーガヤッシャイビンドー、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではカズボーが、はじめワタミに、はい、アルバイトをするために入って、でそこで自己啓発に目覚めて、ジェームス・スキナーさんのセミナーに行って、でそこで、成長していって、で今の奥様ともそこでのご縁がいただいて、はいはい、あの渡美さんでも10年間した後、その後不動産会社さんにも、はいはい、移って、あのステップアップしてる時に、あの奥様の実家がある沖縄に引っ越してきたってことですけど、そ、ね、はいはい、その時に、あの先ほど不安はなかったかってことでお聞きしたら、まあ、根拠のない自信があったと、はい、いうことなんですけど、実際にでも沖縄来られてみてどんなでした？なんていうんですかね、やっぱりそのやるって決めたから、はい、なんていうんですかね、こう次々にいい流れが起き始めて、で、はい、まあなんとかなったんですね、やっぱりなんとかなっちゃうなと、はい、沖縄来られて最初何されてたんですか？最初は、うん、あのコーチングをやってまして、はいはいはい、あのダイエットコーチングという、はい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 、昔あの体重が100キロあったその経験を、はい、そうなんです、はい、すごい、その時の自分のダイエットの経験をもとにコーチングをやってました、うん、はい、はい、で沖縄の方に向けてってことですね、はい、そうですね、はい、うん、どんなんでした、まあ、やっぱり受けとしては、あの思った以上に、はい、あのお客様があまり集まらず、はい、多分でもこれは多分自分がやることじゃないんだろうなみたいなことはやりながら思っていて、はい、これちょっともしかして自分の本当にやりたいことじゃないんじゃないかなみたいな。なるほど、はい、やるべきことだと思ってるけど実際には自分が今できることを提供してただけだったと、はい、そうなんですよ、はい、はい、でそれはどれぐらいやってて気づいたんですか？半年で気づきました。お、はい、あ結構早いですね。割と、はい、そうですね、はい、結構ねできることっていうのは、まあ、慣れているし、はい、あのよく知ってるんでそれを手放せない人なんかがすごく多いと思うんですけど、うんうんうん、半年でそれを気づいて、はい、あの切り替えたっていうことなんですけど、はい、これ次に何されたんですか？あ次は、はい、あの学校現場の方に入らせていただいて、まあ、臨時職員のような形で、はいはいはい、1年半ぐらい、はい、お世話になりましたね。えそこで何をされてたんですか？あ、ですね、うん、あのまあ、俗に不登校のお子さんだとか、はい、まあ、あとちょっとあのやんちゃな、うん、はい、で、まあ、学校に来てない子たちのサポートをするお仕事をしてました、うん、はい、具体的にサポートってどんなことするんですか？まあ、家庭訪問をしたりですとか、はい、あと不登校のお子さんの、まあ、なんか安否確認じゃないですけどね、はい、まあ、会いに行ったりですとか、はい、いうようなことをやってましたね。はい、だそのどっちかというとネガティブな感情に、うんうん、振り回されてる子どもさんなんか多いじゃないですか、はい、実際にそういうお仕事されてみてどんなでした？まあ、やはりあの見ると聞くとでは大違いでして、う、まあ、あのもう五感を使ってこう現場が見えてきますんで、うん、まあまあいい感じでしたはいはいはい、そうなんですね、はい、でやっぱり、僕もですねそういう、お仕事をされてる方の、はい、たまたまですよ、うんうん、僕がちょっと管理してる物件で、はいはい、で多分その要は職員の方だと思うんですけど、不登校の子をずっと、まあ、要は引き出そうとして、はい、要は学校だよってことで引き出そうとしていると思うんですけど、はい、呼び鈴を押しても、はい、あの出てこないと、うん、でそれでもうずっとドン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 ってやってるんですよ。いや何この人と思って、やばいですね、やばいですね、はい、でもうあのちょっと苦情レベルぐらいにちょっと強く叩いて、その方は多分あの正義感があって、この子をとにかく引き出してあの連れていかなきゃあのダメになっちゃうっていうあの意識があったと思うんですけど、傍から見てたら怖いんですよ。ですよね、はい、であのお仕事してるとその辺要は見えなくなる時ってあるじゃないですか、はい、はい、あのその自分の正しさがあるがゆえにですね、あの見えなくなると思うんですけど、はい、見えなくなる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、カズボはどんなでした？大丈夫でした？
あの割とそこは俯瞰して見れるように、はい、まあ、あの渡美の時の、まあ、いろいろ経験がありまして、そこからちょっと俯瞰して見れるようになって、で、うん、で、まあ、その学校現場の、まあ、いろいろなそういう問題っていうのもちょっと一歩引いて見ながらこう関わっていたので、うん、その辺はなんか割と結構俯瞰できてたかなと思いますね。なるほど、うん、はい、でもね、あのいろんな経験積んでるカズボだからこそ与えられる言葉なんかもあって、子どもたちもねかなり救われた子なんかもいっぱいいたんじゃないかなとは思うんですけど。そうですね、はいはい、でこの職を1年半ぐらいということでおっしゃってたんですけど、そうですね、はい、あのそれはまた別にやりたいことが見つかって離れたということですか。それがですね、あの2016年のところにつながって、はいはい、あ、そうなんですか。そうなんだ。でもあの本当はもうちょっと学校現場いたかったんですけど、はい、まあ、そのイベントの集客をいよいよやらなくちゃいかんと、うん、はいはい、でこれが5月だったんですけど、うん、もうそのなんかダブルワークでできるようなレベルじゃなかったので、はい、そうですよね、なのでもう自分の仕事を一旦置いといて、はい、まずはこうやりきらないとまずいと、はい、いうところで、まあ、ほぼボランティアで、はい、2ヶ月近く全力疾走って感じですね、はい、すごかったですもんね。いや、ありがとうございます、はい、うん、でやっぱり関わったスタッフさんとかも、はい、あの全部あれですね、ボランティアスタッフ、ね、もう基本そうですね、ほぼボランティアで、はい、やってくださって、はい、でチームのないところからチームを作り上げていくっていうのは、はい、まあ、もともとワタミだとかそういう関わってる中で、はい、役職的にそういうのはあの体系立ててたってことですか。なんとなくその経験則でそのリーダーとしてまあどういうリーダーがこう人を引きつけるかみたいなのはなんとなくこう体験則で分かっていて、あとはそのジェームスさんのところでなんとなくそのチームを作る方法みたいなのをまあ学んでいたっていうのもあって、それをまあひたすら実践してたっていう感じですね、はい、あの今ね、あのチームコンサルタントとして全国で、はい、まあ、あの活躍されてるんですけど、はい、やっぱりチームを作る時のポイントって何かあるんですか。あのいくつかポイントあるんですけど、はい、まあ、一つはやはりなんでそれをやりたいのかっていう思いをリーダーが持っているかどうかだと思います、はい、まあ、ワタミの場合ですと、はい、あの渡辺美希さんという、まあ、強烈なリーダーが、はい、まあ、こういう世界を作りたい、こういうお店を作りたいっていうのがあったので、はい、まあ、やはりこれだけの規模に短期間でなったと、うん、はい、なるほど、思いを伝えるっていうのはやっぱり大きいですね。大事ですね、はい、要は大義名分じゃないですけど、はい、その大義があるかどうかっていうので、はい、その大義がベクトルが自分に向いてるのか、はい、あの社会とか、はい、あの必要なところにそれが向いてるのかっていうので、はい、モチベーション変わってきますもんね。全然違いますね、はい、でこの、あのイベントね、やるためにお仕事をお休みというか、いやいやいやあの普通に考えたら生活大丈夫かなと思うんですけど、はい、大丈夫だったんですか。まあなんとかなりますよねあの奥様が非常に優秀な方なんで、まあ、優秀ですね、はい、素晴らしい方ですねではその、関わったスタッフさんとかもすごく多かったと思うんですけど、どれぐらいいらっしゃったんですか。延べ人数で100人ぐらいいらっしゃったと思います。すごいですね、はいはい、もう最後まであわ、僕会わなかった方も10人ぐらいいらっしゃって、はい、せっかくカズボーに憧れてきたのにみたいなところもあるかもしれないですね。はい、でもあのすごくあのそういう大きい、ね、イベントされた方ってあの周りから見るとすごく魔法みたいにバッてあったの、はい、テクニックでそれを乗り切ったように見られること多いと思うんですけど、はい、あの僕のところもねよくあのスタバでちょっとチラシを持ちながらっていうことでね、はい、打ち合わせしたりとかお話しさせていただいた時に、はい、やっぱり人が見てないところで地道にやっぱり泥臭いことをしっかりされてるっていうのがやっぱりあの大事なところかなって思うんですけどね。おっしゃる通りだと思いますね、はい、あの本当に魔法に思われがちなんですけど、うん、やってることはすごく泥臭いというか、うん、コツ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 積み重ねてるだけですので、うん、はい、それを継続してね、やっていけるかっていう、いそうなんですよ、うん、はい、ですね、はい、であのジェームスさんのね、あの講演会を成功されて、はい、もうその当時あちこちからもうすでに声かけされてたじゃないですか。そうなんですよね、おかげさまで、はい、うん、
その時もやっぱりどっちかというと、その当時は無償で行ってるような感じでした。まあ、無償で行ってるところもあれば、はい、まあ、少しお手当をいただくところもあって、はい、はい、でそこから今の、なんですか、チームコンサルタントで行くまでのストーリーってどんな感じですか。はい、まあ、それで、まあ、全国いろいろ行かせていただいたり、はい、相談に乗らせていただく中で、うん、まあ、自分のなんていうんですか、持ってるこうものが少しずつ磨きがかかっていくように、はい、はい、なって、でその次の年にマイケル・ボルダックさんを呼ばせていただいて、はい、はい、でそこからまたいろいろ集客お願いされたりだとかして、うん、よく分かんないうちに今に至ってるそうなんですね、はい、そうなんです。あとはなんかそのインターネットを使った集客のところでも、はい、まあ、結構その僕の持ってるその、まあ、スキルというか、うん、いうのが役に立つようでして、で去年今年も、はい、日本一を取ったチームのサポートさせていただいたんですよ。え、何の日本一を？まあ、そこのなんかキャンペーンみたいなのを会社でやって、はいはいはい、でそのキャンペーンでチームとして1位を取ったと、うん、はい、いうところのサポートもさせていただいて、はい、もうすごい3日間で8000リストぐらい集めるっていう、なんかよくわからない、うん、はい、コンセプト。そうそうなんです、はい、すごいですね。3日間もすごい短期で、要はゼロの状態から集めるってことですね。そうですね、ゼロから3日間で8000人の方々の名刺交換なりをするという、うん、はい、うーん、なかなか、はい、ハードル高いですね。ハードル高いです、はい、すごい。で今はね、そのいろんなサポーターサポートとかも含めて、はい、活躍されていらっしゃるんですけど、今後どういう展開で持っていきたいというのはあります？はい、今後はですね、うん、まあ、このチームコンサルというのを、うん、まあ、自分だけができるのもなんなんですので、はい、まあ、もっともっと規模を大きくしてやっていきたいなというのが今の、まあ、一つ思いでして、はい、まあ、それを今年来年かけて少しずつ磨きをかけて、うん、何かしらの形にできればなというふうに思ってます。はい、いいですね、はい、でも教育にも携わっていくような感じですかね。そうですね、はい、はい、これはあれですか、ウェブページとかっていうのはあるんですか？今これ絶賛準備中で、ああ、そうですか、はい、これからでございますね、はい、はい、これ出来上がったらまたね、はい、教えていただいたら、ありがとうございます。YouTube とかの説明欄の方に、はい、つけていきますので、ありがとうございます、はい、でね、お話聞いてるとあっという間に時間が近づいてくるんですけど、はい、今ね、はい、イベント、はい、うん、今度されるということなんですけど、ありがとうございます、はい、はい、12月にですね2本イベントを控えておりまして、はい、1つが12月3日の火曜日、はい、平日なんですけども、うん、穴口恵子さんというですね、はい、はい、スピリチュアル界ではかなり有名な方が沖縄に来るんですけども、うん、はい、そちらの集客を今させていただいております。うん、でもう1つが12月14日に、はい、ガンガラの谷で、はい、中山俊水というアーティストが、はい、コンサートやるんですけども、はい、そこの集客も、はい、毎週集客してるみたいなエブリデイですね、はい、エブリデイですね、はい、だからこのカズボーが関わったイベントっていうのもまたね、はい、素敵にアレンジされてると思うので、はい、ぜひぜひ皆さんね、このラジオを聞いてくださってる方は足をお運びください。よろしくお願いします、はい、でそのイベントに関する、まあ、はい、フェイスブックページとか、はい、まあ、あると思うんですので、はい、そちらもね、またこちらの方から、リンクさせていただきますので、興味のある方、もしくは、お時間があってよく知らないなって思ってる方も、ね、中山さんの、ね、優しい歌声 で、ね、またパワフルに、ね、はい、歌い上げるところなんかも僕も大好きなので、ありがとうございます、はいはい、ぜひぜひ足をお運びください。また穴口さんのイベントも、はいはい、スピリチュアル、ね、沖縄結構興味ある方いっぱいいらっしゃると思いますので。そうなんですよね、はい、今後もね、またいろんな方とのコラボしながら、はいはい、活躍されていくと思いますんで、はい、お体気をつけてお忙しそうなんでね、いや、思われてるほど忙しくないっていう、あ、そうなんです僕と一緒ですねじゃあ今後のご活躍、はい、楽しみにしています、はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、この番組の内容はリスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます。放送局 FM ギノワンから番組名をたどってご登録ください。また繁栄軍師のホームページや YouTube 専用チャンネルには本日の
ゲストさん、岩瀬和也さんに関する、情報へのリンクも貼っておりますので、繁栄軍師で検索されてみてください。本日の繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ゲストで来ていただいたのはチームコンサルタントの岩瀬和也さんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。